セッション3になりますが、これこちらは、今回機能不全の控除を、困窮者支援の現場から問うということで、このセッション3では実際に困窮者を支援している現場で活動している方からお話を聞くことになっております。で、最初が最初から何度も外国人支援のことについて話が出ていますけれども、その外国人支援の中でも特に医療費、保険に入れないので、その、病院に行った時の金額が非常に高額で、これもう病院にほぼ行くことが不可能な状態になっている中、そうした仮放免、特にその仮放免の方たちの、医療にアクセスするための支援を長年続けていらっしゃる北関東医療相談会事務局長の長澤正孝さんから最初にお話をいただきます。皆さんよろしいでしょうか。はい、それでは長澤さん、よろしくお願いします。はじめまして、北関東医療相談会長澤と言います。よろしくお願いいたします。生きていけない絶対的貧困、医療から程遠い在留外国人の側に立つということで、仮放免者と難民申請者、非正規滞在者の、立場からこう報告をさせていただきたいと思います。この写真はもうすでに皆さんお亡くなりになった方なんですね。で、テレビに出ていたカメルーン人のマイさんと隣 の、 壁がいろいろな色になっている人は平野さんという日系人じゃないですね、この人ブラジル人です。で、この右側、右の旗、こちら側からフセインさんでイラン人で、国に帰ってから亡くなりました。真ん中はフィリピン人の方で、名前も覚えてません。だけども、その話は後で、それで旗の方は、肝臓がんで、肝臓がんで入管から出てきた仮放免ですけれども、半年後に亡くなりました。若干の言われを話しておきます。舞さんは、2018年から、日本に来て、その時から乳がんの方の疑いがあって、で、乳がんを神奈川の病院で見てもらって、途中その、帰ることに、自宅に帰るということで、自宅に帰ったら自宅が家賃の未納ということでロックアウトされて、この人はホームレスだったんですね。がん患者で仮放免者でホームレスで、生活する場所がなくなって、修道院に頼んで入れてもらったと。で、平野さんは、肝不全で、私が行った時はもう息絶え絶えで、で、次の日に高崎の、三井連の病院にお願いして、ところが三井連の病院でも見ることができないということで、国立病院に送ってもらったところ、国立病院はその日のうちに帰っちゃったんですね。なぜかって言ったら、お金がないということと、肝不全なので2000万ぐらいかかる、誰が払うかということで、結局大喧嘩して帰ってきたはいいんですけれども、2週間後に亡くなりました。フセインさんはもともと新型肝炎で、で、新型肝炎の治療をしながら生活してたんですけれども、結局肝がんに移行して、で、できるだけ早く手術をしてあげようと思っていろいろ手を打ったんですけど、間に合わなくて、もう手術ができないと言われて国に帰って、最後は国で家族と会って亡くなりました。で、真ん中の方はそのオーバーステイで入ってきて、偽造パスポートとなんとかでいられなくなって、もともと結婚して子供がいたんですけど、結局自分からどっか行っちゃって、同じ市内のところに住んでいて、新しいパートナーと生活を始めていたところが肝不全になって、4日後に亡くなったんですかね、この人はね。で、肝臓がんの人は昨年の6月に、
入管でどうも肝臓がんらしいということで、あの診療所で検査されて、結局はその10日後に出されちゃったんですね、証券で。それで、その後家族が何とかしてくださいって来て、ところが、これも今昨今の問題ですけど、あの診療費が 300% っていう病院に行っちゃったんですよ、国立病院。今国立病院はですね、大体の病院は 300% ですからね、保険がないと。皆さん保険があるから気がつかないと思いますけど、美穂さんなんかそのまま行ったら 300% 請求されますから気をつけた方がいい。だからそういうような人がたくさんいるわけで、でその人たちを抱えながらこうどうするかっていうことでやってきたんですね。次お願いします。で私たちの法人は全ての人が健康と平和なセキュー共生社会を目指し、特に外国籍生活困窮者のために保健医療または福祉の増進を図る活動ということで、普段から、病院受診することのできない、まあ、国内外の貧困者の結核成人病の検査をするということで、下段のところのような検査をしております。で結成は1997年の6月からスタートして、2022年に、まあ、あの NPO にして、2013年か、今 NPO9 年目ですね。会員は130名、今150ぐらいなんですかね。で健康診断の回数は62回行いまして、昨年は1回しかできなかったんですけれども、153とか4の数字の人を仮放免者を全部見ることができました。で一応あの後で報告します。ずっと過去3000人の健康診断をずっとやってきまして、本当にあの機敏状態なんですね。君分かりますよね。あの私は当初入管機敏って呼んでたんです。この人たち機敏ですよ。自分の国から出されて日本に流れてきて、日本の国からも行っちゃダメだって言われて、わずかながらも在留資格をもらって生活をして、何やってるかって言ったらほぼ孤児に近い状態です。お金をもらいに歩いて、どうやって生活を立てている人たちですね。ここの写真は家族で、あのパキスタンから来た人ですね。あのこの人は仮放免だった。ただその運よく特定活動6ヶ月っていうのを認められて、今なんとか家族で生活しています。次お願いします。で私たちのこの仮放免者っていうのは、あの国の制度として認められた名前ですね。で2020年には3061人、難民申請者は1375人。この難民申請者っていうのは、とりあえず特定活動の3ヶ月未満の方を指すですね。6ヶ月になると難民申請者だけでも働けるようになるんです。で就労課であって保険のある人たちのことを指します。3ヶ月未満はないです。あと非正規滞在者です。非正規滞在、オーバーステイとも言われたり不法滞在者とも呼ばれる一群ですけれども、今は技能実習生が多く、そのこういった人たちが技能実習生の崩れた、辞めてしまった人、こういった人たちが多いですね。大体10万人ぐらい国内にいて、日本の在留外国人数が292万人、ここまでは日本の制度の中で生活してもいいと。だけども、この10万人近い人はこの制度の下にいる。大体10万人がいわゆる憲法の保障がない人たちです。この憲法25条の健康権やの労働権とか生活権なんて何もない人だ。そう思うとちょっと違ってくるような気がします。
はい、次お願いします。医療相談会の支援事業は、健康相談会、個別医療相談会、社会支援事業、社会教育事業で、健康相談会は先ほど言った普通の健康診断ですけれども、個別の医療相談会というのはもう電話相談から何から全部入れて全部受ける。で、社会支援事業というのは食料支援やコロナ対策や家賃支援、水道光熱費の支援、こういったものを指していますけれども、昨今のコロナ禍でもう本当に私たちもアップアップの状態に続いています。で、社会教育事業というのは講演会や新聞依頼やテレビに出て訴えてお金を集めて、こういう家賃の支援とか水道光熱費に充てるということですね。で、この真ん中の漫画の描いた人は昨年卵巣がんで手術を受けた人で、とりあえずその手術はうまくいって、皆さんの募金で手術できた人なんですね。本来であれば600万かかるところをなんとか300万ぐらいで済みました。本当に喜んでます。今もね、生きている。で、隣は健康診断事業の個別医療相談で出産支援をします。仮放免者の家庭の赤ちゃんをお金を出して助成、入院助産制度を使って、で、赤ちゃんを産ませた第一号の人です。まあ、こういった活動を私たちの方でやっています。次お願いします。私たちのところに訪れる人たち、在留資格がない日本語言語困窮者です。支援体制が薄い、社会の関心が少ない。で、在留資格がないということは働くことができない、保険がない、お金がないと、こういう、まあ、三重苦の中で、さらに支援もそれほど厚くありません。最近ぼちぼち言わなかった方が関わってくれるようになって本当にありがたいと思います。健康診断はもうご存知の通りで普通の健康診断のほかだけども、病院にかかれるほど昔はお金がなかったので、公民館借りて野戦病院のようにレントゲン車借りてきて、婦人科検診車借りてきて全部自前でやっていて、で、その中に弁護士相談とか女性相談、生活相談を入れていた。最近は家賃の相談をするようにしました。で、検査結果が出たら報告会を設定して紹介状を渡すと。で、一緒に病院同行して、まあ、一番下のように連れて歩くというのが活動の基本です。はい、次お願いします。で、拡大する貧困です。いきなりこんな話で恐縮なんですけども、2018年からずっとデータを取っていくとですね、私たち医療費だけをずっと最初取ってたんですけれども、ところが、医療費だけでも見ての通り、2018年の時は112万、19年が275万、2020年は531万、昨年は1100万をとうとう超えてしまったんですね。こんなにお金がどうかかっちゃってどうするんだろうと思ったんですけれども、要はお金がないから病院に行けない。病院が行けるのはお金があるところにくっついてこようとするから、どうしても私たちのところに近づいてくるんですね。で、その他に生活支援ということで食費の方なんですけれども、これは385万円今年去年かかっていて、家賃についても821万円支払っているんですね。これたまたまそういうジャパンプラットフォームを通じて住民基金のお金が全部あったからこんなお金が出せたんです。しかしもしこれがなかったら、正直言って家賃滞納ってのは大体2ヶ月から6ヶ月ぐらい皆さん持ってます。で、大家さんと大喧嘩するんですよ。大喧嘩して外に畳道具投げられたり、先日も電話かかってきて、もう大家さんと大喧嘩してるところに電話して、しょうがないから家賃を払って水道光熱費も払って、結局7、8万かかって本人を大家さんなだめたというようなことですね。これ別に都内の話じゃなくて、みんな群馬県とか地方の話です。はい、次お願いします。
で、この生活状況は、図の8からいくと、とても苦しい、食事状況もとても苦しい、で、最悪なのは、食事が週に1回っていう人は 16% いて、で、週に2回が60、あ、週じゃない、1日2回って、3回以上っていうのは 24%。アンケートを取ったのは450人の仮放免者に手紙を対して全部英語とフランス語で書き直し書いてもらって、それを回収して全部翻訳して、それを、直したものですね。で、126人から回答いたうちです。で、これは2019年と19年か20年発送伝票、この一番高いのが昨年で21年ですね。これ22年じゃないですね。21年で、20年で、19年ということで、去年本当にみんな大変で、食料を送ってくれっていうリクエストに応えてたら、こんだけ伝票になって、昨日もう一度全部見直したら、75世帯で150人の家族に送っています。あと5分、はい、すぐ行きます。字は読んでいただいて、次お願いします。医療のことでは、先ほども言った通りに、とても医療費の負担は苦しいが多くて、経済的問題には受診できない、よくある、たまにあるということで、よくあるのは 44% です。で、後でこれを読んでいただけると、ここに書かれていることは随時書かれてますから、読んでいただけると、お分かりになると思います。次いきます。で、昨年11月の3日に四ツ谷で、153人の方を、相談に乗りました。そのうち一緒に健康診断行った方は67人です。で、その67人の聞き取りをやると、次の330件の病気の名前が出てきたんですね。1人5件単位です。で、1人5件単位が健康診断で分かって、で、この結果として出てきたのは、経過観察を必要とするという人は27人、治療が必要ですという人が17人、再検査精密検査を必要とします21人、治療中ですっていう方は0人です。お金がないから0人なんです。病気になっても治療できない、こういうことが分かりました。次お願いします。家賃です。家賃の滞納はあり 40%、 家賃滞納期間、これはちょっと細かいんですけれども、6ヶ月以上が、22%、 5ヶ月が 22%、こういった方たちが、まあ、大体2ヶ月分ぐらいは十分皆さん持ってて、その家賃どうしてるかっていうお話なんですけれども、同国人コミュニティが皆さん お金を残業代を稼いで置いていくんですよ、こういう仮放免者に。しかし、このコロナでその置いてった本人でさえも生活ができなくてシュリンクになって、それはね、私たち分かるんです、見てると。コロナ対策でマスクをね、400件毎月送ってる。ある日突然300件ぐらいになるんです。なんでって言ったら、みんな帰ってくるんです。で、その帰ってきた住所分かんなくて、また送り始めると、ここに送ってくれ、あっちに送ってくれって始まるんですね。で、だから最初の人が2年前から送り続けて、今380件ぐらいになってるんですけれども、相当人が入れ替わってます。でも、ちゃんと手元に届いているはずですね。はい、次お願いします。まあ、こういったことから、医療について、そして私たちが日頃何やってるかっていうと、行政サービスの活用と拡充をすること、例えば精神の自立支援っていうのが、これ在留資格がなくても入れるんです。こういったものが各県にあるんですけれども、なかなか活用されていない。こういったものをやってほしいなと。で、あとはその
入管の非収容者職務規定30条、これは中にいる人はちゃんと健康にしなさいと、ということを言ってるんですけど、ウィシュマさんのように亡くなっている。じゃあ外にいる人も4人も5人も亡くなっているのは、どうしてほっとかれるのだろうか。私はこれが一番悲しい。で、無料転学診療事業の拡充。本来では無点の病院は、貧しい人のものだったんです。ここに行けば何とか生きていける。ところが昨今は皆さんものお仲間の方もいっぱい行かれるので、日本人以外はお断りっていう病院が多くなってきた。で、外国人は断られることの方が多いです。そういうことはやめてほしいと思います。で、先ほど言った通り、国立病院は 1.30 円で、外国人の人、特に保険がなくて在住資格のない人を請求する場合があります。しかしそれは 1.10 円で計算してくださいと。で、特にひどいのは20円で仮放免者見てるんですよって胸を張られるんですね。その10円の差はどこに行くんだって話をすると黙っちゃう。こういうことはやめてほしい。で、もちろん先ほどから言っている医療通訳者の制度の整備と、あとはもう生活保護の拡大です。これほどまでに尊厳を傷つけられたような状態で生きていかなければならない人が日本にいて、どうして生活保護は認められないのか。今だって生活保護法の29条だかどうかに外国人のことだって書いてあるわけなのに使わせてくれない。これはやっぱりきちんと社会問題にして戦っていかなければいけないということですね。で、提言としては働かせてくださいと、国民健康保険など医療保険の加入を認めてくださいと、無点の病院を行う医療機関への支援や未払い補填事業の整備を行ってくださいと、生活保護法を適用してくださいと、こういったことがこの外国人の仮放免者にとってどれほど大切なことかと。どれ一つ何もできてないんです。どれか一つ皆さんとお力を合わせて、取っていければいいなと思います。以上です。ありがとうございます。次にご報告いただくのは、今まさに長澤さんがお話しいただいた、全く権利が一つも日本に住んでいながら権利が認められていない状態を今この日本で生きている、ミャンマーからミャンマーから来たお二人で、どうぞ、はい、明町長さんと、ニーニーさんですね。あ、写真大丈夫です。はい、2人とも OK で、2人とも今日実は日比谷公園でミャンマーの花祭りをやっていて、2人とも今ミャンマーの民主化運動に日本から支援のために取り組んでいて、でそれを今日花祭りでも大々的にやっているところを抜けてきてくださいました。そうなんです。だから誘導係、この会場の誘導係ではありません。はい、それでですね、で、明さんと、はい、ごめんなさい。で、ですね、お二人、主には、明さんからお話しいただくんですけれども、最初にニーニーさんから、お二人、自己紹介もありますけれども、入管収容所に一緒の時期に入っていて、で同じ日でしたっけ。自分は最初、はい、自分は1週間前に出されて、仮放免許可で出されて、1週間後にニーニーさんが仮放免許可で出されました。はい、はい、というそれでそれ以来は一緒に民主化運動の活動を日本でやっている、親友同士ということで、今日お二人に発言してもらうことになりました。じゃあ、スライドまだ、じゃあスライドまだ大丈夫です。じゃあ、はい、ニーニーさんからお願いします。皆さん、こんにちは。ニーニーだと申します。2、30年の日本に来日しまして、あと2、3、19年で難民申請を認めな
認めないんで、あと入管に2、3日の3月で収容されました。私、はい、私家族日本でいました、はい。奥さんと娘さんは、奥さんと日本で会って、付き合って娘さん生まれまして、2、30年なんで生まれました。そこで2019年で、あの難民申請認めなくて、国に帰りなさいと時は、自分は国に帰れない家族もここにいるから、2回ね、はい、収容されて、2021年で、はい、ケリフォーマンで2回から出ました。はい、今のミャンマーの状態、皆様分かるみたい。まあ、どうでも国は帰れないです。前からも帰れないし、今ももっと大変で帰れないです。おとといなら、4歳の子供を、保育はね、4歳の子供の両親は、あの軍人政府に反対する人たちを支援すると、そういう罪で、子供を、保育園まで行って、子供を4歳の子供を捕まったしました。今の状態はどうでも国に帰れないんですよね。あと、自分も保険に困るので、外では本当は大変ですね。今、ソフィア、ユニバーシティの、はい。稲葉先生たちの支援とかでね、今、じゃちゃんとか大変ですよね。奥さんは仕事できるけど、奥さんの力だけあって、子供と私ならありますけど、大変で、まあ、先生たちの支援で、まあ、本当に助かって、ここに来て。もしよかったら自分たちもこの国で生活できるようになりたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次に皆さんこんにちは。本当に今日はこの場を借りてお話をさせてもらって本当にありがとうございます。私の名前はミョウ・チョイソと申します。私はミャンマーから2006年に日本に在日来ましたので、でロヒンギャ民族のイスラム宗教の人なんですよ。それで2006年の8月に日本に来日して。すぐ1週間後に難民申請をしました。なぜかというと、そもそも私日本に来たのは難民で来たです。難民で来て、まあ普通空港を入ってきたけど、入管に行ってちゃんと難民の手続きをしてだったですけど、今まで難民が認められません。自分が自分の国の中にいる時も、皆さんご存知の通り、ミャンマーの国ではこの軍の政府はもう今クーデターを起こしたもう3回目ですよ。その前でも私が学生時からその本当にこの悪いの軍の人たちが国をしくって、ね、私たち若い者たちの人生全部なくすなことをして、それがダメだったという私が感じて、そこで民主化運動を始まった。そこから私で4回ぐらいミャンマーでは政府から捕まりさせてられちゃって、で暴行も怒られて、そこから逃げて日本に来たです。それで今まで難民申請は3回にやってて、で2006年からすぐに難民申請したんですけど、2011年に却下されちゃって、で2012年の1月に入管に収容されました。で入管に収容されて2013年の1月に1年後に牛久入管から仮放免許可で出てきました。だから私は2013年からずっと今まで仮放免です。で難民
2012年捕まった時に難民2回目を収容施設の中でもう1回申請したんですよ。それは2019、そうですね、もうずっと2度目の収容したのは、収容されたのは2019年の12月中にです。収容されて2025月にもう1回3回目の難民申請をしました。本当にこの仮、次お願いします。この仮放免というのは私たちに何て言えばいいのかな、仮放免というのは退去強制、なんていうの、強制慰霊症でいるのと収容されているの外国人が、なんていうの、請求またですね、出権による一時的な収容が解かれることです。すいません、自分の日本語は不足で申し訳ないです収容施設の外で生活できるまでが日本での在留資格を認められ、外に、仮放免で外に生活していいですよって言ってるんですけど、でも本来外に出てきて本当に生活はできないですよ。次へお願いします。で、なんで生活ができないっていうと、収容されてもう 収容所からもう出てきたじゃないのかって言うけど、仮放免許可証で出てきたですけど、この許可証でね、許可証の裏側で全部書いてあるんですよ、入管が。どういうふうに書いてあるっていうと、ここにもう本当に仕事を、お金もらって何かすることは絶対にない。それだから何かを手伝って、じゃあこれはちょっとこの手伝ってくれたのお礼でこのぐらいだよって、それもダメですよ。そういうのがバレたらもうこれ取り消されと。あともう一件は、で私埼玉県に住んでるんですけど、埼玉県外以外は移動できません。埼玉県内にだけ行ってくださいって。もしくは、今みたいにこの場に来る場合は入管に行って、この日はこの会場に何しに行きます、それは話だけじゃなくてちゃんと証明書を見せて申請をしてもらうんですよ。証明書を出さないともう全然許可はもらえないです。移動は全然認めてこれないです。それが仮放免許可証の何ていうの、決まってるの内容っていうか、そうですね。それで今私がこの場に来て話してるのは、本当にこの国は本当に平和の国で、平和の国です。私から見てね、ずっと2006年から来てずっと見てきて、2006年から2011年までちゃんとなんて言うんですか、もう働けたし、難民申請して、その時は外国人登録証って言って3ヶ月3ヶ月更新で の今の言うと在留カードとかもらってたですよ。でもそれ入管からじゃなくて役場からでもらえるの、何て言うの、在留カード
でも今は入管にもらえないといけないですけど、それで急こんな平和の国で平和ではない人生になってます。私たち仮放免の人たちが9年間仮放免で生活費稼げない、自由な生活ができないです。で、私もともとこういう NPO 団体っていうか困っているの人を手を貸すな、そういう仕事っていうか、それがもともとからもうやりたくてもう 大好きです。その困っているの人に手を貸すのことも自分ができない。今だってミャンマーにいろいろやってるけど、自分本当にみんなが頑張っていろいろ募金活動とかやってるんですけど、まあ自分が自分できるように力でやってるとお金は一切できないです。で、あとは仮放免だからまあ今私2ヶ月に1回期限がありますね。2ヶ月だけ入管がもらってるのは。で、それも入管勝手なんです。1週間前もあるし2週間前もあるし、入管から仮放免の期限を決めるのはわざわざその2週間でもう一回なんだっけ、入国管理に行って出頭しないといけない。でもその日に来たらすごい怖いです、自分たち本当に怖い。なぜかというとそのまま収容されるかもしれない。だからほとんどの 90% の人はその日出頭するだったら自分の荷物を自分で持って行くの人です。家族がいる場合は、例えばニニさん、奥さん、子供がいるだったら一緒に行ったら本当に彼が中に入ったら外に残すの家族がもう本当にどうしようかって、このまま収容される。本当に自分で人生がね、将来が見えないです。こんなに平和の国で頑張りたい、頑張ってきていきたい。あともう一つは仮放免の人たちは、さっき長澤さんがいろいろ説明した通りに健康の状態に何かちょっとでも不安になっても病院に行くことはできない。なぜかというと国民健康保険に入りませんので、で病院に行ったら、まあ、自分も実際に11月12月に耳が悪くなっちゃって、その収容された時から右側の耳がたまに聞こえにくくなっちゃうんですよ。それでどうしても外に中に入った時に見てもらってるんですけど、医者さんがこのままどうなってますかって聞いて、ちょっと耳が全然聞こえないですけど、右側は、そうですか、それストレスのせいじゃないのかとか、それで終わりですよ。そこで終わっちゃう。で、私外に出てからそれでもうどうしてもここ本当に聞こえないから友達を相談して、その友達を病院に連れて帰さって、その友達がお金を払ったんですよ。先に全部で2回ぐらい行ってね、全部で薬代とかで3万ぐらいかかりました。本当に健康保険があったら入れたら多分それは10倍違うと思いますよ。だから私たち仮放免者の人たちが何があったら
もう自分で我慢する。行けない、病院に。行きたいけど、お金のことを考えたら、もう何もできない。まずは病院に行ったら、あなた健康保険ありますかって聞かれます。それを聞かれて、じゃあ健康保険がないって言ったら、その場であの病院のスタッフは、じゃあそれだったら、あの負担が全部 100% かかりますよとかで、それは大丈夫ですかって。もう大丈夫じゃない状態だから、もう行くことはできないです。だから健康保険に入れない状況、私たち健康保険が入れないから、その状況って皆今この場にいる皆様想像してみたら分かると思います。あとこの場で私たちが求めるものですけども、外国人が平和で自由に生きていけるような在留資格を与えてほしい。在留資格がないにしても人間として最低限の生活保障をしてほしい。在留資格があれば健康保険にも入れることができる。他の困っているの人たちにも手を助けられる。真面目に仕事もすることができます。あとは真面目に仕事してこの国の税を納められることもできます。この国のためにも役立ちることができます。状況改善のため、すみません、状況改善のために、共にできること、その前に、ついこの間、私、この仮放免人生で、仮放免人生だったから、ついこの間、2月の16日にお父さんが亡くなられたんです。その時本当にショックで、なぜかというと私何もできなかった。こんなにいい国にいるですよ。日本にいるなのにちゃんと働けたら、毎月ちゃんと給料もらったら、お父さんの治療費も怒られた。でもそれは私できなかった。私だけじゃない、私みたいな人もいっぱいいると思います。それなぜかね、この仮放免です。もしこれじゃなくて、これじゃなかったら本当にこれのせいで全部失っています。でお父さんが死んだ後にも葬式代も出すことはできなかった。本当に辛いで、今まで辛いです。お母さんも病気だけど、今お母さんいつ死ぬか、私それを待ってるの状態。本当です。もともとお母さんが心臓病です。私がミャンマーにいる時から。だから
状況改善のために皆さんとかと一緒に共にできることを一帰れない状況ある人々に在留資格を出すよう求めることです。で、ウクライナの避難民受け入れるだけではなく、日本にすでにいる同様の状況で人々の在留資格ももっと、在留資格も求めていくには、在留資格にかかわらず、人間として最低限の生活が保障されるよう求めていく。状況を変えるためには、多くの人々声が必要です。これから立ち上げるアクションに、ぜひ皆様ご協力お願いいたします。本当にありがとうございました。では次は、女性による女性のための相談会、私も実行委員のメンバーの一人として、去年の3月から関わってきたんですけれども、その実行委員の松本千恵さんから、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、松本千恵です。今ご紹介しました、この会場に多分いらっしゃる方で何人か一緒になって実行委員になってくださっている方いらっしゃると思うんですけれども、女性による女性のための相談会をやりました。この女性による女性のための相談会はですね、昨年も多分集会報告があったと思うんですけれども、実行委員が全員女性、これ100名プラスいるんですけど、それから相談者も全員女性のためだけにある会です。これは、昨年ですかね、3月に初めて相談会を新宿の大久保公園でやりました。もう当然のことながら、コロナ禍で女性たちが非常に大変な思いをしているということで、なんとかしなきゃいけないということで、みんなで集まって実行委員会を立ち上げたんですけど、1ヶ月ぐらいの間にダダダダダッと立ち上がってですね、それで3月の年度末に首切りがあるんじゃないか、コロナ禍の首切りがあるんじゃないかということで、慌てて3月にやったことがきっかけになっています。で、この報告、今回の報告はこの年末年始12月と1月にやった4日間の報告をまとめてお伝えしたいと思います。2枚目、はい。で、順序よく相談会の概要と相談の特徴と、それから、女性が抱える問題の背景というのは当然、皆さんご存知だと思いますけれども、社会的な背景がありますので、そのことについて少しお話しして最後まとめたいと思います。で、次お願いします。相談会の概要ですけれども、今お伝えしたように12月25、26、1月の8、9とやりました。新宿の大久保公園、外でやるんですけれども、やったんですけど、公園にはこういった団体が、お公演してくださって、ただですね、私たち実行委員、この実行委員会の特徴っていうのは、全員が組織を抱えず個人で参加しているところです。女性が全員個人で参加しています。それと裏腹にですね、そういうことなので財政基盤がないっていうところが一番のネックなんですが、心温かい仲間の皆さん、特に男性の皆さん、現場で支えることができないっていうことで、お金で支えてもらってます。ありがとうございます。相談内容は生活労働法、法律、DV、当然女性によくある相談、問題の相談の内容となっています。対応言語が優しい日本語、これは外国籍の方たち、日本語話者でない方たちの、ためにあるわけですけれども、それとプラス手話対応ということになっています。で、相談件数はこう見ていただくと分かるんですけれども、4日間で、相当
まあ、3月からやってて3月、7月、12月、1月となっているので件数がどんどん増えてきています。で一番下に書いてありますが、ここが多分特徴的なことだと思うんですけれども、半分以上が再来場なんですね。でこれはすごく私たちのこの相談会に特徴的なもう一つの特徴なんですけれども、やっぱりこの女性への相談会はまた来たいと、ぜひまた行きたいので今度はいつやるのか、こうほとんどの方に言われるんですね、聞かれるんですね。でこの実行委員会実はですね、3月に1回だけしかやるつもりではなかったので、その後のことは全然考えないんですけれども、毎回毎回今度またやるときには連絡しますので、ツイッターを見てくださいということしかできなくて、まあ皆さんに喜んでいただいているということだと思います。でこれはですね、前もちょっと女性の支援をされている方に泣きながら言われたことなんですけど、私も知らなかったんですが、行政や他の相談会だとちょっとハードルが高いってよく言われるんですね、女性たち。でもう二度と、特にですね、行政の窓口とかはもう二度と行きたくないっていう方が多いんです。その中でこの女性による女性のための相談会はぜひまた来たいです、また話を聞いてもらいたいですという声が一番多い、よく聞かれることです。で、まあ、今日もですね、電話かけ、この300何人に後追いで相談会の1回だけではなくて、後になって電話をするんですね、みんなに。で電話をして、その後どうですかって、こういう相談あって、アドバイス受けたと思うんですけれども、その後どうでしょうかということで、その後も伴走支援を続けるという、その電話かけだけじゃなくていろいろ、まあ、生活保護申請とか住まいのこととかいろいろありますので、そういったことも伴走していきます。これもまた一つ特徴的なところだと思います。で左側の図を見ていただくと、右側の図を見ていただくと分かるんですが、これ年代別に分けると、今言われている若年層の女性ではなくて、私たちのところに来られる女性たちっていうのは働き盛りの30代、40代、50代が多いですね。それで、それ以降も70代、実は80代の方もいるんですが、80代の方までいます。ですので、中高年、高齢女性、しかも単身者が多いかなと思います。まあ、こちらにも書いてあるように、託児を使われている方もいますので、子どもさんを連れてゆっくり話をできるように、託児サービスも、提供しているために、使われている方もいます。はい、続いてお願いします。それでこの相談の特徴なんですけれども、先ほどからお話がありました、練馬の、自転車のフードバンクの、高坂さんもお話しされてましたけれども、まあ、コロナが長期化しているために女性たちの生活が破綻してきたと。女性不況と世界的に言われていますけれども、女性不況の中、これまでの、労働が特に問題ではあるんですが、そのコロナの中で例えば自分の連れ合い、相方、夫、それから子供ですね、連れ合いの例えば会社が、Zoom で遠隔になったとか、連れ合いの仕事も会社も大変な思いになって大変なことになっているとか、または自分の子供の保育園とか小学校とか学校が閉校したということで、女性たちが全部一手に引き受けているという形になっているので、女性が仕事を休まざるを得ない、または辞めざるを得ない、そういう状況になっているからですね。それからですね、私たちの相談に来られる方は何らかの疾患を抱えている方が多いんですね。それでこの12月と1月の相談会では特に医療相談が増えました。3月、4月、7月をやった時には労働、それから生活の相談だったんですけれども、それ以降は、医療の相談が多いです。です中でも、医療を薬を処方されていた薬があるんだけども、それが手に入らないために、市販で買える薬っていうのは何なんですかっていう、その代替できる薬のことを聞かれたんですね。それは何でかっていうと、そこに書いてありますけども、失職してその後健康保険を切り替えなければいけないんだけれども、それができてない、または、あえてしていない、それなので市販薬を買わなきゃいけないってことなんですが、これは実は逆効果で、当然その方が割高になりますので、実際購入できているかどうかっていうことは、非常に
まあ、疑問ですよね。でそれからですね、親からの虐待 DV、 いろんなこう女性が潜在的に抱えている生きづらさ、それに関する相談が多かったです。で一人が本当に複数の問題を抱えているんですね。でこれはやっぱり女性だからではあるんですけれども、なかなかこれまで解決ができていない、その上にどんどん蓄積していく、それで複合的になってしまうということですね。で最後ですけれども、まあ、女性、男性であれば働き盛りと言われている年代の女性たちが今一番困っている、それをどうするか。それっていうのは、まあ、この困窮女性の支援法ということが今話し合われていますけれども、当然困窮する前に何とかしなければいけないので、この構造的な差別って、女性に対する差別っていうのがもうすでにこの社会にある、そこから何とかしていかなければいけないということだと思います。今写真にも後で出ていますけれども、この相談会はああやってですね、丸くテントをして外から見えないように、本当に女性だけが集える場となっています。次お願いします。でその問題、女性が抱える問題の背景ですけれども、これはもう皆さんご存知だと思います。暴力、これは本当に私たち の相談会に来られる女性の中に多くですね、やっぱり女性として生まれると、先ほどの山 の方の報告、大阪さんの報告にもありましたけれども、生まれてからずっと暴力との付き合いなんですね。被害にもう常に被害に遭う、電車の中での痴漢、またはストーカー、学校でのハラスメント、職場に行ってもハラスメント、結婚すれば DV、 それから親になって、子供からの暴力とかですね、いろいろあるわけですけれども、3人に1人の女性が、これはコロナ禍での数字なんですけど、3人に1人の女性、それから若い女の子、若い女性が性暴力を含む暴力に遭っているということが国連女性機関2020年の報告で出ています。これ日本で言いますと4人に1人だそうですけれども、それは DV に特化したことなので、暴力全体としてみるともっと多いんではないかと。これもですね、1回だけじゃないんですね、複数回人生においてあるわけです。そうするとその精神疾患を抱えられていたり、精神不調を訴えている方が多い。でこれは良識があるなし両方いらっしゃるんですけど、私たちの相談会にいらしている方でもやっぱり精神障害手帳、難級っていう方も多かったです。でそうするとやっぱりクリニックなんか行けなくなってしまうので、その間この相談会の心と体の健康相談を利用されるという方がいました。で当然今のこのコロナ禍でだけではないですけれども、まあ、不安定な生活を抱えるざるを得ない、これは女性が本当に多くの女性が抱えている問題だと思いますけれども、労働問題、これも仕事の問題、次の鈴木さんもこういう話をされると思いますが、労働問題ではやっぱりここで、性差別がありますので、低賃金短期雇用、すごい細切れなんですよね。1ヶ月2ヶ月の、雇用、それからそれ以外、まあ、コロナ禍ですと、登録型派遣、日雇い、日々雇用になっています。私は今回初めて女性の日々雇用、日雇い雇用というのを聞いたんですけど、電話のコールセンターとか倉庫での云々、工場での仕事ですよね、そういったものが多いです。でそれが不安定な生活を巻き起こしているんだ、引き起こしているんだということだったんです。これが一般的に言われることなんですけど、やっぱこの相談会でよく見られたのが、この暴力やハラスメントの経験、被害経験、それがあることでやはり精神的に不安定になる、精神的に不調を訴えて、どうしても定期的な仕事に就けない、例えばですね、まあ、彼女たちが言っているのは、例えば自分は夫から DV に遭っている、または昔性暴力に遭った、そういったことで人との付き合いが苦手ですっていう方が多いんですね。それなのであえて登録型派遣の短期雇用を選ばれる方がいます。ですのでそのことも不安定な生活につながっているんじゃないかと思います。で、そのことからやっぱり今の暴力の被害ですね、そういった経験があって精神が不調、不安定、そういう方が多いので、その中で人間関係のが作れない、またはその家庭の中でも孤立、孤独、孤立していて孤独を感じているということで、自殺率、これはもう昨年の11月のデータですけれども、
自殺率、女性の自殺率が増加したということになっています。これは少し改善されているんですけど、まだまだ深刻な状況です。やっぱりこの相談会にも、いや実は私は、死のうと思ってきました、最後一目新宿の歌舞伎町を見たいと思ってきたら偶然この相談会がやって声をかけてもらいました、そしてそこから生活保護につながって今はアパートでの生活を続けられているという女性もいます。次お願いします。でもう一つ、続けて背景なんですけども、やっぱここがなんでじゃあそうなのかっていうことを、女性はなんでそういう問題をたくさん抱えているのか、精神不調になっているのかっていうことなんですが、これはやっぱりそんなこと言ってないじゃんと思われるかもしれないんですけど、やっぱりこう女性は社会的にまたはその家庭内で他人の世話をしなければならない、またはそう期待されていると思っているわけですね。それはやっぱり子供の世話をしなければいけないし、親の世話もしなければいけないし、いいと言えば夫の世話までしなければいけない。じゃあ女性の世話は誰がしてくれるのか、女性の話は誰が聞いてくれるのか、いつも女性は聞く側、世話をする側なんですね。そうするとこういったところでもやっぱり自分の問題を最後にしか考えられないことになって、他者を優先することが習慣になります。で、自分でやっぱり困難を抱えているとか、問題を抱えているとか悩みがあるとか、そういうのにすごく気づきづらいんですね。ですのでやっぱり相談に来られる時も、今日のどうしたんですかって聞くよりも、これは私たちのまた相談会の特徴だと思うんですけど、よく来てくれましたねっていうところから始まるんですね。すごくやっぱりハードルがあります。ここにも書いてありますけれども、女性が相談をしたい、自分が問題を抱えている、悩みを抱えていると意識した後ですね、相談に行こうと思っても、例えば親や夫の世話、家事をやらなきゃいけない、自分の仕事もある、子供も面倒を見なければいけない、そこにハードルがあるために、相談会にはなかなかつながりづらいっていう、その現実があります。その意識をだから自分で持つこともハードルなんですけど、内的外的な要因のために支援にたどり着けないことが多くあります。でそういったこととですね、同時に相談に行きます。行政に、例えばやっと行政の窓口まで行ってみようという気持ちになったとしても、そこで怒られちゃうんですね。あなた何でもっと早く来なかったのとかって言われちゃうんですね。それなので女性たちに聞いたところ、どんな相談員がいいですか、どんな相談員を求めますかと聞くと、否定しない人、怒らない人、優しい人、怖くない人、そういう答えが返ってきます。それはあらゆるところでやっぱり怒られて上から目線の対応をされるということで、そこもやっぱりハードルになっている。でそれが一番最後に書いてある行政あるいは医療アクセスへのハードルになるんですけど、医療の現場でもそう同じです。医者からですね、セクハラにあったりとか、または受付の方に、怒られたりとか、そういったことで医療への、足が遠のくということにもなっています。これは調査でも出ているので、皆さんも見ていただきたいなと思います。次お願いします。で相談から見えてきたことなんですけれども、やはり女性は、今日報告があったところは皆さんそうだと思うんですが、やっぱり今 SDGs が大きく謳われている中で、女性特にですね、中高年高齢の女性、そして単身の女性、取り残される存在ではないでしょうか。そして女性、今背景にある事情を説明しましたけれども、女性にとって安心安全な場所がない限り、話を、自分の悩みとか問題とか話をするのはとても難しいんですね。そういう機会がなかなかない、それがこれまでの問題だったと思います。それからコロナに限らず、女性が自立できるような社会の仕組み、これはもうずっと長年先輩たちも声を大きくしてずっと訴えられてきているんですけれども、まさに今回このコロナ禍で浮き彫りになったんではないかと思います。私たちがですね、こう写真を、隣にある写真を見ていただくと分かると思うんですが、相談会でやっぱりこれ特徴というかシンボルになっているのが花なんですね。花、心から安心できる、そういった心が温まるような、そういった相談会の、あり方も
一つ問わなきゃいけないんじゃないかと思っています。それから女性による女性のための相談会のこのアクション支援活動が、まあ、女性が集う場ですよね。私たち一番気をつけているのは価値判断をしないこと、それから自分たちも当事者なんだということですよね。その当事者、自分たちもいろんな同じような経験をしてきている、同じように暴力の被害に遭って差別に遭って、だからこそ女性たちとは、相談会に来る女性たちとはピアで当事者同士で話し合いをする、話を聞き合う、そういった支え合う、そういった相談会のあり方を追求していますので、女性たちがエンパワーされるんですね。そこで怒られないところですから、話をよく聞いてくれて、じゃあこれから一緒に頑張っていきましょうという、伴奏をしながら一緒に頑張っていきましょうという話をする、お互いに力を出し合うですかね、そういうサイクルになっています。で、確かに3月からずっとやってきましたけれども、この相談会に一番最初相談者としてしてきて、それから自分も実行委員運営する側になったっていう女性も複数にいるんですね。それなのでやっぱりこうお互いに助け合うっていう、そういうことは形としてできてきていると思います。ですのでこれしかもですね、今ここに勇気づけられる草の根の運動が書いてありますが、私たちのこの相談会実行委員のもう一つの特徴っていうのは平たい形でやっているっていうところなんですね。代表を置いていません。それなのでチームで分担してチームで仕事を担っていく、みんなでやりたいような形を作っていくっていうやり方をしています。で最後は女性の連帯、これが女性の連帯だと思うんです。お互いに支え合う、そしてその力をまた拡大していくっていうことで、これは確実に、まあ、地味ではあるんですが少しずつ各方面に広がっていて、全国的に、それから、この困窮者支援という枠内だけではなくてですね、例えば労働運動とか他の社会運動とかいろんなところにこう派生していっています。ですのでこういったところでまたこれがですね大きな声になって、女性たちが、この運動を機に社会的な構造的な差別を変えられるような何かできるんじゃないかと期待しています。そして最後ですが、4月の20日にそれを形にした政策提言の院内集会を、最後お願いします。院内集会を行うことになっていますので、これ Zoom 併用ですから、皆さんもしよかったら参加していただければと思います。以上です。はい、吉本さんありがとうございました。女性の相談会は本当にもう唯一無二の場だなというふうに思っていて、そういう場が今広がっていることをとても嬉しく思っています。続きまして、私も年末年始のコロナ被害で相談村なんかではずっと一緒だったんですけれども、一人で苦しむ人が入る労組からということで、全国ユニオン会長の鈴木さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。私ですね、ちょっと地質で遅れてしまってですね、資料を別途配らせていただいております。A4 の19枚までですね、また空気読んでないですね。これをちゃんと時間内に終わらせるということでやりたいので、すいません、画像でリモートで参加している方には本当ご迷惑をおかけしますが、なるべく分かりやすく話したいと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただきました全国ユニオン、全国コミュニティユニオン連合会の鈴木と申します。コミュニティユニオン、ユニオンというのは労働組合なんですけれども、一人でも誰でも加入することができる労働組合になっています。でこれは古くて新しい組織で、実は日本の労働組合というのは大変評判が悪くてですね、これね、企業内組合、まあ、要するにそのトヨタとかですね、パナソニックとかですね、大企業の中で男性の正社員が中心の一流企業の、これがほとんどなんですね。で連合というところは、これが大体の700万ぐらいの人が入ってるんですが、日本では、働いてる労働力人口って大体7000万人弱ぐらいです。でそのうち自営で働いてる方や、この貧困運動、反貧困の運動 の取り組みである失業してる人、休業、コロナで増えた休業してる人を除くと6000万人ぐらいの人がいわゆる
何らかの形で雇われて働いているという形になっています。で、今教授という形で僕も先ほど報告があった藤田さんのところの若津高校には15年ぐらいかかったんですけれども、やっぱり圧倒的多くの人は企業の中で雇われています。あるいは公務員労働で雇われていて、これが止めどもなく劣化している。このような事態で貧困の手前ですよね、貧困の一歩手前、つまりいわゆる企業の中であったり公務員労働でもものすごい非正規の人が増えていって、それで労働条件も賃金も不安定になっていって、そこから滑り落ちてしまうという事態になっているというのがはっきりとこの10年の取り組みの中で分かります。1枚目を見ていただいて結論を先に言っておきます。時間間に合うようですね。で、賃金が上がらない国、実質賃金がもうずっと上がらない、下がってるという状態にあるのがこの日本という国でありまして、でこれの原因の一つはやっぱり男性の中心の労働組合のこの運動がもう何だか運動じゃったか分かんない、何やってるか分かんないというような事態になって、これは非常に大きいと思ってます。で、そういう中でユニオンというのはかつてやっぱり中小企業が非常に多い中で全国一般っていう運動、一人でも誰でも入ることができる、組合運動って古くからあったんです。で、それの中で、80年代ぐらいに東京では江戸川区下町の方から大阪の泉州というやっぱり工場地帯で、いわゆる労働組合に入れてくれない女性のパート労働者やそれから移住労働者、全外国人の人たちが入れる形のユニオンという運動ですね、これを合同労組の方式、全国一般の方式を使って運動として作っていったのが始まりというふうに言われています。僕らの先輩たちが作り上げた運動でありますが、でそれが、だんだん発展していって、この全国ユニオンの母体になったのはコミュニティユニオンの全国ネットワークという組織で、お互い対等にネットワークを作っているんですが、全国で80団体ぐらいで、2万人ぐらいの人が仲間に入っています。で、結構多くの、日系ブラジル人の仲間たちや日系フィリピン人の仲間たち、後でも紹介しますが、そういった人たちはやっぱり女性のやっぱり派遣労働者の仲間、パート、有期契約の方たちですね。で、僕はフリーターローソンという取り組みを昔やってたんですけれども、そこの取り組みなんかもそういった仲間に入ってたりしてますが、こうした運動で今の組合の運動を変えていかないとまずいだろうと。そしてこういう貧困、反貧困の運動の仲間の皆さん、社会運動と連携しなかったら日本の労働運動でも終わりだという立場で私はこの10年間取り組みしてきています。で、特に日本の一流企業と言われているようなところの労働組合、大体あるんです、労働組合が。で、ところがほとんど正社員がどんどん減ってます。減ってって、その代わりじゃあ仕事はあるわけだから、それは有期契約とか派遣とか非正規変えてるんですね。で、一応今連合も全労連も全労協もその足元の仲間を仲間に入れようっていうスローガンに言ってるんだけど、全然できてないです。結局非正規の社内の仲間を仲間に入れないっていうのがもう続いてるから、だから組織率は減ってるんですよね。戦後労働組合に入ってる人が 50%、2人に1人も働いてる人は入ってたんですが、今はここに書いてあるんですが 16% です。つまり 80% の人は全く労働組合はない無法状態の中で働いてる事態にある。で、これがさらに仕事を失っていけば、これは貧困の状態になるという事態になってるんですね。さらに非正規の人たちはもう4割です。4割という事態です。で、今あと日本では、実に 99% は300人以下の中小企業です。本当に無法地帯です。大体そうですね、さっき松本知恵さんなんかとですね、よく一緒に運動するんですけれども、私はもう圧が強くてですね、いつも怒ってばかりでですね、で、大体ひどい会社ばっかりですよね。明日から来なくていいとかですね、もう本当に殴る蹴るとか普通にあるっていうのが普通です、本当に俺が。で、それに対してもね、やっぱり怒りを、そこでやられたらやっぱり被害者の人ですね、これはもうやっぱり屈辱ですね、立ち直れない。そこで心の傷もありますし、体の怪我もあります。季節に1回必ず東京、神奈川のユニオンで合同で、1日行動ってやるんですよ。で、これで極悪な企業ですね、大体10社ぐらいみんなで150人か200人ぐらいでところを巻いてですね、みんなで押しかけるんですね、押しかけてですね、で、これで、その時はですね、もうひどい会社ですよ、やっぱり移住労働者の人に対して殴る蹴るで、ね、
あるいはその工場なんかで指が切断されたとか腕が切断された、でそれに対して全く責任を取らない、こういうのはもう当たり前なんです。だからセクシャルハラスメントでひどい事態が起こる中で、これに対してみんなで徒党なしてこれに対してやり返していくというのがやっぱり私たちの運動であり、それはやっぱり当事者が参加して、当事者がやっぱりプライドを回復する、誇りを回復できるってことができなければ運動じゃないと。ただ会社の中で限られたメンバーの労働条件を上げるだけでは運動ではないっていうのが私たちのポリシーになります。で、あとこの4番目なんですけど、なんかね、岸田首相とか、なんか財界の偉い人が賃金を上げていくでしょとか言ってますけどね、上げるわけねえだろってね、本当にそんなね、ドイツで有名な言葉なんですよ。要するにその戦いがないストライキとか早期のない要するに要求っていうのは集団的物乞いだと。その通りで日本のね、これね、もう自分のいるところね、怒ったわけですけどね、連合とかね、ストライキって言葉使わないんですよ。ストライキってなんかね、なんか法的紛争手段みたいな言い方で、何言ってんだと、スト権立てろというね話なんですね。で、こういうところがなければ労働条件だと経営者にお願いお願いって言ったら上げませんと、上げませんからね、これはね。だからこれをしっかりやると。それからあとやっぱ相談はこの10年の中でどんどん複雑骨折ね、つまり会社との交渉だけではもう手が打てない。やっぱり住宅の問題、それから健康の問題、それからやっぱりパートナーの暴力の問題、それからいろんな複合的なことなので、労働組合が自分らでできると思い込んだらいけない。やっぱり生徒さんたちであったり、さまざまな人たちとですね、連携しなければやっぱりできない。やっぱりみんなで知恵を寄せ合ってやらなきゃダメだと、会社の中から飛び出せっていうのが大事だけど、ほとんどの組合はそうなってないと思うんです。だからそれをなんとか変えていくってことが大事だなっていうことです。で、希望はあると思います。この一番下にあるんですけど、アメリカでニュースで聞いたと思います。アマゾン、皆さん使ってますよね。アマゾンプライムとか物買うのに、でここはねひどいです。世界中で紛争を起こして低賃金労働者、特にアメリカ倉庫でですね、黒人やシングルマザーとか有色人種のヒスパニック系の人たちが本当にコロナの危機にさらされながら低賃金で働かされてましたが、でも徹底してノンユニオンカンパニー、組合とか横につながったりしたらダメだと。トイレ行く時間も継続する。それから後でも紹介しますが、日本でもアマゾンで組合結成しましたが、一定の数の人間を必ず定期的に辞めさせるというノルマなんです、アマゾンです。それから各国で税金を払わない、著作権の問題を話していると。で、ジェフ・ベソス、創業者は宇宙に飛んでるというですね。で、ここでついにアメリカで、労働組合が結成されました。アメリカは過半数の投票がないと交渉権がないんです、日本と違って。で、その大変な中、実に地道に無名の、現場で働く非正規の仲間たちが時間をかけながら組織化ですね、仲間を増やしていったという取り組みがあって、これが可能性が高いです。で、スターバックスも今あちこちでアメリカではできていて、まさに最も貧富の差の激しい国のところでそういう動きがあるので、我々もしっかりそこはやっていこうじゃないか、交流するじゃないかという感じの話を、これが結論なんです。で、一応これでもう大体話終わりなんですが、一応、ね、資料の中身ちょっと触れたいと思います。めくってください、2ページ。私も年越し派遣村の取り組みをですね、天宮さんたちが一緒に取り組んだ、あの時505人の相談者の人たちがいて、女性が5人だった。さっきの松本さんのお話でもあった通り、これが2020年21年とか2021年22年緊急アクションの皆さんとも大久保公園での年越し支援コロナ被害相談村をやった時は2割3割女性の人が相談に来ているという状態になりました。3ページ以降にデータがあります。やっぱり相談の内容も多様であり、女性の相談も増えて、でさらに、4ページのところにありますけれども、収入区分で全く雇用保険を利用する人はいない、役に立たない社会保障という形になっている状態であります。で、直近 の今年の1月1日、去年末の31日にやった時にはもう418人2日間で来るという事態になっていて、つまりこの10年間の12年間の中で、多分範囲貧困集会の2019年でも10年を捉えかすという討論があったと思うんですけれども、
まあ、むしろ貧困の状態っていうのは複合的になってるし、より深刻になってるんじゃないかという感じがしています。で、5ページを見てください。ですね、これはその貧困の手前で働き方がどんどん劣化しているということなんですけれども、これは厚生労働省に対していつも定期的に要求交渉してるんですけど、その時に出した2021年の時の要請書の一部です。で、フリーシフトっていう働き方が蔓延してます。これがひどいです、ひどいです。めくってください。実際の契約書が、6ページと7ページなんです。6ページは荷上げ屋という業界です。皆さんが建物、どんなビルでもいいんですけど、建設とかがあるときに、先に機材とかを持ち上げる仕事、荷上げ屋って言うんですね。ユニットバスであるとか、建設資材とかを、これ、男の人たちが、こう担いでガーッと持ってくるんですけど、これが契約書見ればわかるんですけど、休日特になし、でわけわかんない契約なんです。特になしって何だそれ。でめくっていただいて、こっちこの消しちゃってますけど、このね、1000人を超える人が A 線っていう形でフリーシフトなんですよ。で、要するにね、シフトを組むんですよね。来月あなたはどこが休みか、どこが出勤かっていうのをやってるんですけど、平和な時はいいです。平和の時はだいたいこれで食べて家族で生活をしてたって人が10年以上勤めてたって人が、2000人ぐらいいたんですね。ところがこのコロナで全くゼロになっちゃうんですよ。で、しかもね、解雇でもないんですよ。単に来月のシフトがありませんっつって、だから雇用保険すらもらえない、生殺しですね。でゼロの状態で、これは労働基準法の15条違反ではないのかって我々は労働条件明示しなきゃいけないんですけど、しかしそれがこういう状態で、毎日非常に有名な企業で、要するに実際の統計上の数字では解雇率がなってなくて、仕上がっちゃってる状態の人がいっぱいいるっていうことです。で、これが、有名企業で大企業だから助成金の対象にならなかったんですよ。中小企業対策の対象にならなかった。だから入れろっていうような交渉として最終的には折れました、折れたんですが、そういうような、でもね、経営者はこういうのを真似するんですよね。次から次へと真似してやっていく。で、要するに穴を開けて、そのいわゆるグレーゾーンの働かせ方をして、いつでも切れる、賃金は安くできるという状態にするということです。で、めくってください。これはもう家で見ていただく9ページ。1億円以上もらっている経営者というのがどんどん増えているということです。この10年ですね。どんどん増えている。むしろコロナも増えているということです。それから内部留保が増えて、どんどん、あれですか、溜め込んでるわけですけど、これを吐き出させるためにはきちっと、ね、やっぱり脅威を与えなきゃいけませんので、わかりました。はい。で、10ページですね。これ非正規の人が非常に増えてるという図です。で、11ページでは特にその中でも女性の人の賃金が同じ時間で単価で他の国の半分ぐらいしかないというようなことを示しています。それからあと11ページの下のところはハラスメントがものすごい相談で1です。で、これは非常にやっぱりそういう問題が大変多くなっているところですね。12ページを見てください。賃金格差はやっぱり圧倒的に差がある。非正規の問題って、つまり女性の労働の問題であるということであります。で、それから、13ページの方を見ると、いわゆる、妊娠出産の時期に日本だけはこれは M 字で要するに就労できない状態だ、つまり社会でそれを支えるというような形には全くなっていないということが出されていると思います。14ページです。じゃあ正規労働者は既得権益者なのかっていうと、そうでもなくて、私は実は炭素で派遣労働者の人たちの派遣入院とは別に、管理職の中高年の親父の繁殖入院というところの院長を務めています。で、この人たちはですね、よくね、パワハラの加害者で相談してきたりする虫のいい人もいるんですね。私はもう間違いなくセクハラをしましたと。で、このままだと懲戒解雇になって退職金がもらえないので、ユニオンの力を借りて交渉して、で、それですね、油脂解雇に一等下げてもらって、それで退職金もらえるようにしてほしいというですね、虫のいい相談をする連中もいるんですが、そういった人たちもかなり今相当ひどい状況に置かれているということで、相談がこれです。で、労基法の違反の正社員もいっぱいいます。で、それから15ページのところですが、いわゆる PIP っていうんですね、だから業務改善計画っていう、つまりあなたは問題があるっていうふうな理由付けをされて、課題が
目標を出されたりするのが非常に増えてます。それからあと医者と来るになって、もうあなた調子悪いから休んだ方がいて退職料を来れるケースもありますし、さらに直接上司がいるとパワハラになるから、パソナとかリクルートの社員があなたのためを思ってっつってパワハラをすると、でそうすると雇用関係ないパワハラにならないっていう形で転職させるというのもあります。めくってください。実際の会社でコロナでやっぱ儲かって日本では打てなくなってしまったアストラゼネカ社で、ここはですね2015年に私たちもう葬儀をやったんですけど、見てください。もうね、一定の数の人は必ずローパフォーマーだからやめてくださいっていう、そういう仕組みにしたんですよ。で、だけど判断できないんですよね。だから好き嫌いなんですよ、結局。で、これは後で言うアマゾンもそうです。アマゾンは全従業員の 6% を必ず常に辞めさせるように上司は課題を与えられてます。というふうになります。で、めくっていただくと、これは日本、2011年ハテナの後に追い出し部屋を作って、1600人の中高年の男性を、指名退職勧奨して、抵抗した152人を、追い出し部屋に入れました。で、その時のこれ、人事評価で、追い出し部屋でモニターの持ち上げ運びをさせてたんですが、これね、ちっちゃい字なんですけど、目標設定は最新の最先端の技術知識を使って課題を達成しなきゃいけないっていうのが目標なんですよ。荷物の持ち上げで無理なんです、絶対にどんなにやったって達成したいんです。でもこの人真面目で、牧野さんも知らんですけどね、この人ね成績を B 真ん中でつけてるんですね。僕だったら全部いいってつける、OK ってつけるんですけど、ただ全部最低評価されちゃってるっていうですね。これだからどうやったってあれ地獄な、こういうふうに結構日本の正社員の男性もこういうふうに追い込まれてきてるという時代なんです。で、めくってください。アマゾンは今言ったように世界中で今労働者が立ち上がりつつあります。で、移住労働者問題もたくさんあるんですけどね、日本人の女性がこのコロナの時期に仕事がなくてマレーシアに行ってアマゾンのカスタマーセンターの電話をマレーシアの会社で受けてるんです。日本のお客さんです。日本専用でマレーシアで受けてるんです。サザーランドって会社です。で、彼女らから相談ネタ来たんです。何かというと不法滞在になってしまったと。全然就業ビザのあれができなくて不法滞在になって、で賃金も払ってくれない。つまり国際的に不法滞在、移民の問題でもう日本人の女性が日本で仕事ないので、それでそういう形になってますね。すごい苦労します、本当に。で、最終的にはもうね、その債務とかね、抜けてもう帰ってきなさいっていう交渉をマレーシアの弁護士と共同してやったんですけども、そういう事態になってます。これを世界中で作ってます、アマゾンですね。で、めくっていただいて、これ最後、これはね、シャープですね。シャープというのは亀山モデルなんつった吉永小百合さんが宣伝しているシャープはですね、今フォンファイという台湾の企業に買収されました。で、これ右にあるんですけども、アップルの iPhone の部品を作ってるんです、亀山工場で。で、下請けが、そのフォンファイの下でシャープの下でミエテックの下でヒューマンで、実際労働してるのは日系フィリピン人3000人の人たち、から日本人の若い派遣労働者で、この人たちが全員雇い止めになったんですよ。で、その時ですね、これに対してユニオン・ミエというユニオンの仲間が組織をしたんです。左の写真ありますね。これなんか謎の人たちがね、組合の事務所を襲ってくるようになりましたですね。で、こちらにベンツなんですけどね、ナンバープレートは893でしたね。その時点で偽物社会になってる説があるんですけど、で、これはでも勝ちましたね。何かというと台湾のね、フォンファイに行きました。もう松本先生のことに行きましたですね。でも世界中の18カ国の仲間とですね、フォンファイに本社を押しかけましたね。それでもうね、もうふざけんなということで大きな行動して、現地の台湾の人も時ね、ミャンマーの労働者の人もいてくれたんですけども、で、それでやっぱり最終的にはきちっと転職のための資金を勝ち取ってですね、ということになったので、こういうふうに可能性はあるんじゃないかと思ってます。以上です。はい、選挙役者ありがとうございます。鈴木さん、今
今の連合労働運動の低たらくは鈴木さんが連合会長の選挙に立候補しなかったからですよ。女性が立つ。次もう頑張って連合選挙せよ。じゃあ次ですね、韓国からですね、集結さまれそうですか。